7月の13日から、えー、ここで展示をさせていただいてます。で、えっと今日はえっと僕の何でしたっけ自作を語るっていうテーマで、えー、僕が一人でこうやって、えー、お話しする機会をいただいたので、えー、皆様に、えー、今回の展示 おまあ作品について、えー、少しお話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。えっと今回の展示はまああの中井さんからこう楽園創造というテーマをいただいてで、えー、僕自身もまあ楽園ということに関しては、えー、ずっとこう考えて。 えー、来ていたテーマの一つだったのでとてもまあ、あのー、やりやすかったというか、まあ、僕に得るものも非常に大きくてこの展示は、えー、ちょっと僕にとっては一つきっかけになったんじゃないかなというふうに思っています。でただこう何というか後で、えー、石川に戻ってまあこう暴露帳のことをこう考えて。 いると,、まあ、なんというかうーん風景としてこうバーンと見えてるとは思うんですけどなんとなくこう書士というか、えー、書店というか図書館というかなんかこうそういう感じに見え,見えるのではないかなというふうに思っていて何、えー、というかたくさんこう本が並んでいるんだけどまあ こう中をこう開いて読んでみないとこうどういうことなんだろうっていうのがなかなかわからないというかえさっと見てしまえばこうえパッと見てしまえるようなこうあのものでもあると思うのでまあそれをえ今回は一つずつこう手に取ってえまあ こう紐解いていければ、あの皆様にもわかりやすく、この展示について、えー、ご理解いただけるんじゃないかなと思って、えー、こういう機会をいただきました。で、えっと、一番最初にここに、あのー、見える二、えー、つの作品は、えー、一応こう、一個一個、おまあ、テーマというか、あの、非常にこの空間は柱が、 象徴的にありまして、えー、それで 柱と柱の間を一つのグループとして、えーまあ、それなり僕なりにこうおて、なんとなくテーマを持って、えー、展示させて、えー、もらってます。で、えー、一番最初は、えー、ひさごというふうに書いてあるんですけど、まあ、この一個一個のテーマは、えー、展示終わった後に、えー、パッと即興で考えたものなので、そんなに深い意味はないんですけれど、えーうん このお皿は、えー、前に僕があの前々回に古典をさせてもらった大阪の吉見アーツというところで古典をした時に僕がこうパフォーマンスで割った作品をまたこう元に戻すというか金継ぎという技法で一個一個割れたパーツを元に え戻していったっていう作品なんですけどたまたまこう割れた絵がこう富士山のようにこう見事にあのもうちょっと近くで割れたところがこう富士山とこう雲海みたいになってるのがお分かりでしょうか,なかこれも偶然の産物なんですけれどとてもいい景色ができたなと僕は思っていてまあ,あのそれをこう見ながら。 えー、世界遺産にもなりましたし、えー、お酒を飲もうというでは次にこれは「YOU」っていう、えー、作品、えー、グループ名になっていてえー、えー、っとこう「幽霊の y u っていう字なんですけれどうーん。 僕があの、一番最初にその大阪で古展をさせてもらった時に、考えたタイトルが遊国というタイトルで、 えー、新山遊国の遊国なんです、遊の字なんですけど、えー、それを、まあ、もう一回再現したような、えー、展示の内容になっています。で、えー、くたに焼きって、皆さんあまり子育てない方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、えー、もともとは、 九谷村という、えー、石川県の南の方にある、えー、山奥の、本当に深い谷の中にある、えー、小さな、村というか、場所で焼かれていたのが、最初の九谷焼きの始まり、国谷と言われるものの始まりなんですけど、で、えー、そこが今実は、こう、ダム、 が建造されて、えー、誰も人が住んでいないという、えー、九谷焼のルーツの場所にもかかわらず、えー、ポカンと開いてしまっているというか、今はもう誰もいなくて、昔ここに、えー、九谷っていう焼き物を焼いてた人たちが、えー、ここで仕事をしていたんだなというふうに、もう思いを馳せるしかないというか、 それくらいふ、えー、普段は誰も人がいなくて本当に静かなあ普段はあ日中とか行くと本当にがらんとしているぽつんとこう寂しい場所になっていて、まあ、そこに対して僕がこう思いを馳せるというか,なんかあのそういうテーマで展示をしたんですけれどというのがこのグループです。一一個一個説明 した方がいいのか。これは、えー、っと、なんて書いて、まんじ作りの花瓶になっているんですけど、まあ四角くて、えぇ、ー、一輪差しみたいにお金を、おぉ、生けれるようになっているんですけど、えぇ、ー、絵があ書いてありまして、あ、その前にまんじっていうのは、えぇ、ー、作り方として、こう、るかさ車みたいにこう作って、作っていくっていう、 やり方で作っていてい、まあ、それだけのことなんですけどでここにこう絵付けがしてあってこれはあの九谷焼の,、まあ、あのなんとなく九谷をイメージするような、えー、色合いになってるんですけどあの真四角なので真四角っていうかこうぐるっと一周してみるとすごい面白い、えー、風景になってるんですけど、まあ、パッと見ただけではなかなかそれがわからない。 とは思うんですけど、一周するとすごい不思議な山水の絵になっていて、ぜひ後で。あの前面には太陽があって、後ろには月の絵が描いてあります。まあそんなところ。まあ、これ はあの僕がずっと作っているあのバナナをモチーフにした作品でふだんはあの、まあ、もうずっと何年作ってるだろう2 0 0 5 6年くらいからずっと折、えー、に触れて作っているので皆さんの、えー、もご覧になっていることも多いかなと思うんですけどあの普段は型で 成形ししててて作ってまして、えー、型で作るとこう製法的にはこう中が中空になってしまうんですけどで焼き物ってこう全くこう詰めちゃうっていうか、えー、塊にしてしまうと中と外との温度差が発生して、えー、割れることがよくあるので、えー こういうふうに中空にしないとなかなかあの作ることが難しいんですけどでもなんかこう埋めたいみたいな欲求がずっとあってでこれはあの樹脂でもう本当に物理的にこう詰め,詰めちゃったっていうこういうふうに中があの異素材によって詰め,詰め物をされています 何か質問があればその都度はいこれはえっと詰まってないですこれは完全に中空になっていてえ空っぽですあのバナナなんですけどまあ中が中空っていうのが僕は一つ面白いなと思っていてまあ器っていうこともあるしこう中身がないっていうことに ついいててもとてもとと面白いなとは思うんですけど一方でこう中を詰めたいっていう気持ちもあって、まあ、それが今回この輪切りになって登場しています、はい。なんでバナナなんですかってよく言われるんですけどえっ、ー、とあまり意味がなくてバナナっていうモチーフに対してはそんなにこう 特別深い意味がなくて、えー、僕がすごくバナナが好きっていうわけでもなくてなんかこう展示の時によくこうバナナのお菓子とかくださる方がいらっしゃるんですけどなんか別にバナナがこう特別好きっていうわけではなくてまあなんとなくこう時期の,あの質感がこうある時上薬をかけない普通は上薬をかけるので、えー、つるっとしてる。 ですけど上薬をかけないと、まあ、あのザラザラこうマットな質感になっていてそれがなんかこうちょっとこうなんていうか湿度があってなんかそこが。 あのバナナにの質感にすごく似てるなって思った瞬間があってで僕ずっと、えー、東京芸大の油絵科っていうところにいて割とこう現代美術みたいなことを周りはしていたのでなんとなくこう工芸ってうこうものが先行して先にあってものが ありきで何を作るかっていう何を表現するかっていうことが工芸の考え方なんですけど僕たちがいたところは割とこうコンセプトの方が重要でその後に素材がついてくるっていうことが非常に多かったので僕もついついそういう考え方をしてしまうことがあったんですけど、まあ、それをこう あえて工芸的な考え方で何ができるかなっていうふうに普段ずっと考えていた時にまあ,まあなんとなくバナナに似てるからバナナ作ろうかなっていうかあとはまあなんかこうバナナっていうもの自体がこうキッチンとかテーブルとかにあるとなんかちょっとひ然としてるっていうか。あそこで、えー ひょうたんの作品作ってるんですけど、なんとなくひょうたんと似たような印象を僕はバナナに感じています。えっと、これは、えー、宝っていうタイトルがついていて、えー、まあこれもお、一応こう、牛の双子の箱と、えー、これは蔡なんですけど、蔡の箱があります。で、えっと、 普段、あの、ギャラリーに来られた方は、これ、開けて中見るっていうことができないと思うので、ぜひ、中をお見せしたいと思います。こっちは、えっと、すごい寄ってきていい感じ。えっと、宝尽くしになっています。で、こっちは、えー、内側と、 外側と同じ模様を赤で描いてもともとこっちを先に作っていてで、えー、時,期時期っていうかまあ焼き物全般そうなんですけど、えー、焼くっていう作業がやっぱ当然ありましてで焼く前にどんなにこう頑張って作っても焼いてこう失敗したりとか えー、まあもちろん思った以上のものができることもあるんですけどあれっていうこともあってでこれは、えー、お腹がすごい落ちてしまってこう隙間が空いちゃったんですでこう双物としてもこうちょっとありえないかみ合わせっていうか <laughs> <laughs> ちょっと触るとポロって落ちちゃうような、えー、仕上がりになったんですけど まあそれで隙間空いちゃったしこれもうダメかなと思ってんでちょっと諦めてたんですけどまあなんかこう隙間が空いてて中がこう肉みたいになってたらちょっとゾクッとするかなと思ってこれは肉に肉っぽくしましたでこっちはその後作ったもの でえー、これも非常に、えー、作りの悪いっていうか適当なあの仕上げになっていてここももうバリッとこう割れて亀裂が入っているっていう下手ものですねなんかこう別にこう技術を否定しているわけではないんですけどなんか こうもう少し下手くそなものもあって、えー、いいかなっていうか、OK って。これはなんか当番っていうか、こう、別に意味ないんですけど、いえ、こっちが先です。これを見てこれを作っ,作った。ちょっとこう、うん。かす、そうい、これは、 重ねて焼きました。友焼きっていうんですけど、上と下を一緒に、えー、重ねて焼いて、で、これの反省があったので、こっちは、えー、こうあ、こうか、こういうふうに焼いたんですけど、やっぱりお尻がこう落ちちゃって、うん、で、これ両方とも、えー、モチーフを見ないで、 描くっていうテーマを自分で決めて、えー、牛なんだけど実際にこう牛を動物園とかに見に行って、えー、デッサンしたりとかあとあの図鑑見たり、えー、グーグルで検索したりとかっていうふうなことをしないで全く設計図も書かずに粘土の塊をとりあえず削っていくっていうふうな作り方を。 していますで僕は小さい時に、えー、牛小屋が近所にあってでなんとなくこう、えー、しょっちゅう牛を見に行ってで声だめに落ちたこともあるんですけどそれからい割と牛は身近にあったのでなんとなく作れたんですけどサイは全然あんまりサイを見たっていう記憶もなくてでもいいかっていうか、うん、まあ怪獣。 みたいなものです。あ、受けといた方がいい。これね。あのこっちから見たらこれが口かって思う人いると思うけど、これ口じゃないの？<laughs> すごい！バカわーみたいな。<laughs> 口じゃない？口じゃないっていうことだけは言いたい。こうやって展示しようか。そうするとそういう誤解も生まないもんね。 で、えっと、こっちに移ります。えっと、これは、園、園っていうタイトルがついていて、別に、こう、特別テーマがあるっていうわけではないんですけど、まあ、楽園ということなので、えー、えー、作りました。ちょっとずれてる。何か質問ありますか <laughs> まああのーまあ、少しこう何て言うかな楽園パラダイスってこう、まあ、囲,わ囲われた空間っていうかそういうその日本もそうなんですけど島国で、えー、パラダイスとかユートピアっていうものは大体こう島かもしくは えー、エデンの園みたいに、えー、囲われた公園なのではないかっていう。で、えー、よく、う、言われるのは、えー、遊具場とか、あとんだろう、ネバーランドとか、あとは、かつて日本はジパングって呼ばれてて、まあ、日本も一つ、えー、楽園の一つだと思うんですけど、まあ、そういう、こう、えー、囲われたあ、何かに囲われた、 空間っていうイメージがやっぱりある,あると思うのでそれを再現したっていうだけです。個々のを見ていくとこれを後にしてこれとかは、えーえー、うちに、あのー、アラビア文字を適当に書く職人が一人いて で、その彼女にカナビ卒なんですけど、その彼女が非常にこう上手にアラビア文字を適当に書くことにこう長けていて、で、その彼女に書いてもらったアラビア文字です。あの、意味ない、意味ないというか、あの、アラビア文字 アラビア文字で書かれた焼き物って結構いっぱい残っていて、えー、多分中国がオスマン帝国と、えー、貿易している中で、えー、作っていた焼き物だと思うんですけどあの中国の人はアラビア文字を理解して書いていなかったのでかなりこう絵として書いていたっていうことがあって多分っていうかこうアラビアトルコの人がこう見ても 読めないい字とかも結構あったみたみでそれが例えば逆にもう逆さまになってるとかそういうことがあ,のあ,っ,たあったと思うんですけどなんとなくまあえー大体コーランが書かれていてでえそのまま写すのもなんとなくこうコーランを適当に書くっていうのもすごく冒涜というか申し訳ないのでえ完全に適当に書いています。 あのアラビア文字がすごくかっこいいなと思ってで、えー、穴がここに開いていて足がここにあるんですけど両方とも、えー、三方に、えー、あるんですけど若干ずれていてなんでかっていうと僕と職人さんとのコミュニケーション不足で <laughs> <laughs> あのー 僕はあ全部自分で作ってるわけではなくて、えー、長右衛門窯というところの職人と、えー、一緒に作っていて、まあ、全部僕が作るっていうものも中にはあるんですけど大体はこう一緒に作っていてさっきも言った通りこれは、えー、カナビを出た女の子が絵付けをしていて。 で、生地はロロ、うちの六郎氏が作ってるんですけど、あの、まあ、そんなに僕気になってなかったんですけど、まあ、香炉って中心がちゃんとあるので、えー、なんていうか、ちゃんと中心は合わせたかったんですけど、気づいたらこういうふうに出来上がっていて、で、二個作ったんですけど、二個ともちょっとずれてて、でなんでこれ、 焼き上がった後に、まあまあいいけど、これなんでずれてんのって僕が聞いたら、あの、敬吾がそういうふうにちょっとずらしてって言ったからって言われて、いや <laughs>、言ってないと思うっていう、まあそういうそのコミュニケーションのずれみたいなのも、え、日々、え、うちではあります。で、えっと、真ん中のやつは、え、なんてタイトルにしたの まあなんていうかこう一つこうポカンと開いているような壺があってもいいかなっていうで上のモコモコしたところはあのとても作るのが大変で何度も釜の中で割れたりとかしましたザざザッと。 でこっちは、えー、蓋が、と手がいっぱいついてるっていう壺です。えっと、こっちは、えー、遊ぶっていう字で、遊っていう風な、えー、テーマになってまして、えー、あちらのお幽霊の「遊の次に、えー 同じ「遊国」という、えー、タイトルで古典をしたんですけどその時の「遊」は「遊ぶ」っていう「三んの遊ぶ」っていう字にので遊国という遊ぶ谷と書いて遊国というタイトルで古典をしたんですけどまあ「遊」っていう字がなかなかこう面白くて、えー、それに対して僕がいろいろイメージを膨らませて、えー、膨らませてっていうほどでもないけど。 まあお皿を作って、えー、見たっていう感じです。こっちは、えっと、家がいっぱい並んでいてで、えー、いろいろこうなんていうか僕がこう普段家と会社を往復する毎日で、えー、なかなかこうどっかに出かけたいなっていうふうに思うんですけど。 まあなかなかこう行けないっていう個人的なあのどっか行きたいっていう気持ちを込めて作った遊学みたいな外に出て遊ぼうっていうテーマでこっちもまあそうですね今あの僕もこうやってあの旗持ってツアーみたいな感じなんですけどこれもそういう感じ。 ですなんてアバウトな <laughs> 説明。あの面白いのは後ろに染め付けで絵が描かれていて、えぜ、ー、ひ後ろも見てもらえたらいいなと思うんですけど、全くあの皿の絵とは関係のないあの、脈絡のない絵が後ろに描かれています。 で、こっちは、えっ、ー、と、西っていうタイトルになってまして、えー、一番こう象徴的なのはこの水盤なんですけど、えー、日本から見た西側のお絵が描かれていて、えー、タイトルが、えぇ、ー、西遊という、えー、タイトルになってたと思います。あの、それぞれこう、山水画なんですけど、 えー、具体的な、えー、都市の名前になっていて、えー、まあ,あアジアの風景になっていますでえっ、ー、と九谷焼きももちろんそうなんですけど、えー、焼き物特に磁器って呼ばれる焼き物は、えー、中国の方からあ たというか作られた焼き物で古、えー、谷の創生にも、えー、朝鮮の陶工たちが関わっているというふうに言われています。で、えー、まあそういうイメージで、えー、ちょっとこうなかなか九谷焼きっていう感じではないんですけど、えー、東洋の時期の。 えー、歴史というかそういったものを舞台に、えー、何点か作ってみたっていう感じですね。で一番、あのー、僕が面白いなって思ってるのはあのアヒルの、えー、絵なんですけど、えー、うちの,あの、えー、と4代目になる、えー、うちのじいさんに、えー、描いてもらった作品で。 うちのじいさんはあの4代目とか行って、えーこうあのまあ、作家活動も長衛門という名前でしてたこともあったんですけど自身は全然絵が描けなくてでそれがあの僕はすごい面白いなと思って、えー、嫌がる84歳なんですけど今でも毎日釜で仕事をしていて。 え現役で働いてるんですけど普段はこう釜を見たりとかあと色を塗ったりとかあのばっかりしててこう絵を描くっていうことは普段えしてないんですけどその彼にというかおじいさんにえ祖父にえ頼んで絵を描いてもらいました。あのー なんていうか昔の細そめけとかって言われるようなものはこうなんていうかいわゆる今の作家さんとは違ってとてもこう上手っていうよりももっと自由でこうなんか楽しんで描いてるっていう感じのものがとても多くて下手馬というか今で言うと下手馬っていうのかもしれないですけどあのうちの職人はとても絵が上手で あのなんていうかこう逆にこう下手に描くことができないそれでこの窯にはあの優れた絵描きがいっぱいいるけど下手くそに描けるのはじいちゃんしかいないんだって言ってあのなるほどとか言いながら,あの描,いてもら描いてもらいましたううんんうん。うんうん はい、そうです。これは、あの、くたに焼きは時期なので、えー、本焼きっていう焼成をするんですけど、1300度くらいで、えー、焼く、普段は焼くんですけど、えー、これは素焼きしかしていなくて、えー、700度くらいで焼いたものに、えー、和えを施して、上絵も800度前後なんですけど、なので、えー、質感も、 普段の時期とは違って、えー、なんていうかカラッとしてるというかあの、まあ、触ってもらってもいいんですけどあのちょっと時期とは時期ではないので素焼きだけみたいなものですねだけに白い化粧をして焼いているっていうこれもそうなんですけど なので、これ、あの、貫入がすごい入って、期間中にも、あの、ピンピンっていう、こう、えー、絵の具に貫入が入る音が、あの、しているみたいです。あの、普段の、えー、こういったものは、えー、焼いて、だいたい3時間か4時間くらいは、あの、貫入が入る。貫入が入るっていうのは、温度が上がったものが冷めて、そこで貫入が、 あの貫入ってこうひびみたいな、あのー、表面に走っているものなんですけどそれが入る時にピンピンっていう音がしますで普段はそれくらい短い時間なんですけど、えー、こっちは多分、あのー、収縮率の違いで、えー、かなり長い間あの貫入の入る音がしているみたいで別に意図していたわけではないんですけど、まあ、この。 ギャラリーにご覧の来ていただいた方がたまたまこうピンってなったりすると多分とてもラッキーなくらいしかあの音は鳴ってないと思うんですけどはいそれでは一番奥にえっ、ー、とこれはえっ、ー、と「えー、源」っていうタイトルがついているんですけど「えー、サザエ」 の作品になってますで、えー、とこの作品は「見解の会」っていうふうなタイトルをつけていて「見、え、解、ー」というのはすずりのこう墨がたまる部分のことを「海」っていうんですけど「すずりの海」と書いて「見解」の「見、ま、解、あ、に住んでいる貝っていう。 作品になっていますで何、えー、て言うかこう、まあ、サザエってトゲがあるのが特徴なんですけど、あのーまあ、潮の流れとかそういったものにこう流されないように、えー、トゲを形成しているというふうに言われていてで僕この間、あのー、今治の方に 瀬戸内の方に行ったんでサザエを、あのー、食べたらあのサザエにトゲがなくて瀬戸内のおサザエにはトゲがないっていうふうにあの前々から聞いてたんですけど実際にトゲがなくてでそういうふうにあの同じサザエなんだけどあの住んでる場所によってトゲがあったりとかなかったりとかするっていう、えー、生き物で。えー まあここには、僕が書いた文章なんですけど、見解に住む小さな貝は、えー、潮流にさらわれまいと棘をなし、えー、個人の予託に良くするのであるっていうふうな、えー、言葉を付け加えたんですけれど、まあなんとなくこう、僕はあのー、 この展示の中でこれは少し異質なあーものだと思うんですけど、まあ、なんかこう僕の自画像というかあそういった意味合いも含まれていてで、えー、普段から僕はあのー、箱書きをしたりとかあー下書きとかで墨を使う硯を使うことがとても多くて、まああのー、そういう何うて言うか 古くから使われているものが何ていうかなこう、まあ、昔の人とこうつながる、えー、一つのこうツールというかそういうふうに考えていてそういったこうものの中で、えー、こうよくしているっていうものです。はい 話しておきたいこと,クタニアキのことそうですね、くたにやきどうかな。あの、一つ僕、最近面白いことを、えー、知って、その、なんていうか別にこう、えー、確たる証拠があるわけではないんですけれど、あのにやき 国谷って言われるものは、えー、こう一般的にというか、えー、実は今里焼だったんではないかっていう国谷、えーえー、マ里論争というか国谷、えー、抹殺論っていうふうに国谷焼側ではそういうふうに言うんですけど国谷焼 国谷って言われるものがとてもこう謎めいていて、えー、実際にこう、えー、クタ谷のその先ほど言った、えー、山奥あんな偏僻なところで、えー、焼かれていたんではなくて伊万里焼きとして、えー、作られたんではないかっていうなので、えー、今大きな博物館とか行くと、えー、これまで国谷って言われていたものが 伊万里焼小谷様式っていうふうな、えー、書かれ方をしていて、えー、まあそれについて僕がこうこ,こで、えー、反対の意見を述べるっていうわけではないんですけれど、まあ、そういう,う、えーえーえー、論争が、えー、もう何十年も前からずっと九谷焼にはあっ いろいろ学者さんがいろいろ討論してるんですけれど一つ九谷焼小九谷って言われるものはあの加賀の前田のお殿様が、えー、命じて作ったもので,で、えー、そ,それなのにそのあまり小さな小あの葉皿みたいなものが命名皿みたいなものがあまり えー、出ていなくてで、えー、前田のお殿様があ作らせた割に、えー、お殿様が使ってないっていうあのー、お殿様は大皿で、えー、ご飯はお召しにならないので、えー、毒味とかその毒が入ってるとかそういったところからもっと小さなもので、えー、食べていたんではないか。 まあ食べていたんだろうっていうふうに思うんですけど、なのでこう大皿でみんなで食べムマイつってこうつつき合うような食べ方は、ええ、もちろんされてないと思うんですけど、そこを、あの、せっかくお殿様が命じて作らせた焼き物であるにもかかわらず、ええ、お殿様が使っていないっていうのは、あの、それこそが、ええ、今に でで作られた証拠であるっていうふうに言、えー、う方もいらっしゃるんですけど <laughs> あのー、僕はそうじゃないと思っていてえー、こういまりなんかは、えー、割と普段から使うために大皿を作っていてで、えー、なのでそういう、あのーえー、意見が出るんですけれど。 えー、僕は、えー、前田のお殿様はこれを使うために自分で使うために作ったんではないっていうふうに思っていて、えー、それこそこう飾るものであったりとか、えーまあ、あの輸出というか、えー、販売っていうことも,ももちろん考えていたと思うんですけどあのそもそもが使うために作ったものではない。 っていう風に、えー、当時の前田のお殿様が考えていたのではないかなという風うに、えー、なんとなく思っています。で、えー、あのなんかこう大皿をこう飾る っていう文化がどこまで日本にあったのか僕もあの定かではないんですけれど、えー、石川県の料亭、えー、とかご自宅おうちに行ったりすると頻繁にこう昔から、えー、お皿が飾られていたそうでなのであ,のこうあながちそういう,こう空想の話ではないのではないかなというふうに思っています。なので こう美術とは言わないんですけれど、まあ、あの九谷焼九谷の創生そのものが、えー、こう飾るものというか鑑賞として、えー、空間を飾ったりとかあのするようなものとして、えー、誕生したんではないかなというふうに最近感じていて、まあ、とてもそういうことを考えていくと面白いなというふうに 思っています以上です,あり,す <laughs> ありがとうございましたすいません本当に